はい、こんにちは。日本改革党くす玉です。石田様、鬼平様、プリズマイ様、ペリズマイ様、ペリツマ様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動を資金にさせていただきたいと思います。今日は日中ですね、大塚駅に斉藤俊彦、豊島支部長応援に行ってたんですけれども、そこで驚愕の事実、斉藤俊彦氏、のプライベートに関して、驚愕の事実を、知ってしまって腰抜かしたんですけれども、言えないんですけれども、あんなに頑張ったのに、てんてんてん、これパヨども、あんなに頑張ったのに、参院で審議中の予算案、29日までに採決が行わなければ憲法の規定により自動成立と、なんぼごねても何しても時間稼ぎしても自動成立っていう悲劇ですね。野党にとっては一般反応です。まさかこんだけ小西文書で無駄な時間使っといて審議が尽くされてないとか言わんよな。いや言うだろう。今でもそうだった。今までもそうだった。泉の無能ぶりがすごかった。もしかして優秀な味方なのでは。実質自民党応援団、ちょろい野党だなと思われてるよ。今日も小西文書やるつもりっていうやるんだって。岸田は笑いが止まらんだろうな。小西ナイスアシスト、小西を懲罰委員会にかけろ。立憲はくだらないどうでもいいことしか言わないと、我々がですね、何をどうでもいいことっていうのはね、典型が小西文書ですか。あんなね、どこの誰が書いたか知んねえ文書、って思ってても立憲支持者はそうではないと。議員は支持者の鏡と言いますから、まあまあ議員の程度がですね、まあ支持者の平均的な程度なんですかね。我々が小西や泉を見て、何言ってんだこいつ、頭おかしいなって思ってる発言も、支持者にとってはよくぞ言ってくれたみたいなですね、そう思う連中しかもう支持者残ってません。民主党野党転落からずっと見放さないで、10年も立憲の支持者続けている人らはもう全くのね、ハードコアなパヨと呼ぶべきもんでね、我々とは感性がまるで違うのであります。そういう頭がおかしい支持者は少数なようで、あんなに頑張ったのに、内閣支持率プラス5の 48% 回復してしまいました。今まで右肩下がりだったんですけれども、回復してしまったのはやっぱり一般人はそうは思わないっていうことなんでしょうね。一般判断です。原因は小西としゃもじ。立憲がしゃもじや小西文書で一生懸命追求したのに、なぜ、分かってて言ってんだこの人ね。なんで上がったのか小西に聞いてみようぜ。立憲は小西を何とかした方がいいぞ。小西を排除しても石垣や杉尾がいるから無駄だぞ。もうやり口バレてんのにしつこいのはマスゴミも、小西文書の追求が足りないんじゃないか、すっとぼけ。しゃもじはウクライナ側に受けた、呪術の板をもらったかなんか言って、ゼレンスキー喜んでたみたいであります。日露戦争に出かける、兵隊がしゃもじ買って作って、あるいはもらって神社に奉納してから出てった、めでたい日露戦争、つまりロシアをぶちのめす、シンボルですね。ウクライナ喜んだみたいでありますよ。左翼野党がバカすぎるのが全ての原因、第一野党がおかしなのしかないからこうなるんだよなー。これはどう見ても立憲のオウンゴールですね。内閣支持率上がっちゃったのはね、立憲の致命傷はですね、悪いところはですね、予算委員会で予算の話をしないこと。それじゃ全然ダメじゃねえかとおっしゃるあなた、あ、その通りです。立憲の致命的なところ、そこがダメだよ立憲民主党みたいな、一般人小西文書追及が足りないのでは、立憲支持者小西文書追及が足りないのでは、これもちろん全然違う意味になる、私がですね、
我々が小西文書が足りないのでは、あーっていうとですね、まあ消しかけて無駄な時間過ごさせるとしてるんですね、あの、野党にね。で、立憲支持者どもは素でそう思っちゃってる。もちろんあの全然違う意味になるんですけれども、パヨ語の面白いところですね、この辺はね。消しかけなくてもやるんですけどね。立憲森本慎二、高市大臣が国会で虚偽答弁を述べ、このような異常極まりない大臣の存在は総理の責任だ。即刻罷免すべき。総理、罷免する理由なーい。一般反応ですね。時間の無駄、税金の無駄。まだやんの。そらそうよ。森かけ桜を5年やった連中だぞ。やればやるほど一般人ドン引き。小西の未来が心配だわ。こんな立憲に喝采を送る支持者の気が知れない。まあ、あの、民主党時代からもう10年も、くっついて離れない支持者ですから、まあまあ、ハードコアなパヨなんですよ。本当に確証もなしに突っ込んでいったんだな。結局、高市を守った岸田が評価されただけ、何癖で罷免する方が無理だろう。森本、高市大臣が国会で虚偽答弁を述べ、テレビが全力で、守ってますから、立憲のことを。どこでどう虚偽答弁したか、どこがどう虚偽なのか説明せずともいい特権があるんですよ。立憲、には。自民党がね、これ言ったら、どこがどう嘘なんだ、証明しろって、テレビが、ギャー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 、わめきますよ。異常極まりない大臣。これも同様。どこがどう異常なのか、言いっぱなしで説明せずとも、良い特権を立憲が持ってんですね。共産もだけどね。一般人がですね、言ってあるな、だったん、呆れて立憲支持者は、呆れても立憲支持者は、よくぞ言ってくれた。このテレビがですね、全力でかばうので、国会であの、嘘つき放題が、社会党時代からですね、何十年も続いた結果、立憲議員はあの、全員、バカになってしまいました。めでたし、めでたし。めでたくないですね。本当に何言ってるか、わかんない。何を目指してるのか、わかんない。ただ、文句言ってるだけに見える。みんなに心配されている、小西博之の正気。小西博之が心配されてるんじゃなくて、小西博之の正気が心配されている。ところが、本人は至って元気です。小西博之とですね、河野太郎実定経営の麻布食品との関係がこちら。なんかね、アスクルで食品扱ってるとも思えないですけど、麻布食品がなんか知んねえけど、間にかましてあんですよ。アスクルに直に注文すりゃいいじゃねえんだの。なんで麻布食品通さなくちゃなんないんだ。疑惑は深まった。小西博之。麻布食品ってツイートしたやつに法的措置する。一度、はてなはてなと。相変わらず頭おかしいですね。法的措置するんだって、麻布食品って、連呼したら、一般判です。麻布食品って会社の実態は意味わからないんだが、何の会社、割と本気で意味がわからない。麻布食品に何があるんだ、なんかわからないが、めちゃくちゃ聞いてる。麻布食品連呼罪。何かの隠語なのか、暗号解読班来てくれ。疑惑は持たれた側が説明しないとね。疑惑はさらに深まったと。福島みずほのサルウマミレンダロ大会もなんかの暗号かな、本国への通信かなって言われてましたけれども、ウィキペディアでね、たとえ真実であっても名誉毀損罪に問われる可能性があることに注意が必要です。たとえ事実でもですね、お前の母ちゃんデーベソが真実でも、名誉毀損になる場合があると。なので、小西博之は狂人と事実を指摘してもですね、まあ名誉毀損になる恐れはあるんですよ。ただ、批判されるのが仕事の公人、ましてや国会議員の名誉毀損のハードルは高いであります。安倍総理なんかもね、言ってましたよね、国会で、現代なんか、毎日のように私のこと人間のクズって書いてますよ。どこが萎縮してんですか、報道が。ね。裁判所も事実だろ。認めてくれる可能性大ですね。小西博之は狂人。その通り。
で裁判所のお墨付きが出る可能性もある。3月26日昨日のサンデーモーニング、日本はもっと難民認定を増やすべきだ。サンモニが言うならもっともっと減らさないとね。一般反応です。そう思う連中で寄付を募って面倒見てやれば、そんなに返すならお前ん家で引き取れ。難民増やして何の得が。仮想問題がある信者をどうするんや。難民申請している半数以上が知人や近所、マフィアとトラブルを起こしているという事実。不法滞在者が難民申請するのがおかしい。犯罪歴があるやつはダメだ。日本に来れるほど裕福な人に言われてもね。サンモリが言うギャグが正解ですね。もちろんですけれども。つまり、鎖国が正しい。錯乱ということで、これはちょっとやりすぎが。関口博士、引退せんのか。しぶといなぁ、もう。というわけで、4月2日 NHK スクランブルデモを開催いたしますんで、渋谷に、午後お集まりください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。